ちは、ノタと申します。今回からですね、DLC が、DLC1 を始めていこうと思います。というわけで、DLC1 を、インプット、ダウンロードしてきましたということでね。はい。一見何が変わっているのかわからないが、早速変わっていますね。うん。とりあえず、ポケ戦に行こう。回復しようね。で、何が変わったかというと、なんか言いますけども、トレーナーと再戦できるようになったと。で、そのトレーナー強くなっていると。あと、まあ、その他もろもろイベントが追加されているということだし、デシャル。デシャルって何よ。うん。で、あと、あれはまだ手に入ってないか。まあ、あれはまだお楽しみだな。うん。で、まずこいつに話しかけてみるか。ああ、なるほどね。ワープポイントが増えたと。え？ああ、ビッグシティの中でもワープポイントができるようになったと。あ、素晴らしい。ああ。わお。わお。これはわかりやすい。あれ、ちょっと、すいません。あの、自分の部屋に、あの、変態郵便屋が、あの、すいません。あの、これ、もう、戻れない。あ、戻れた。というわけで、早速、この DLC1 の、汗かましいとは思うんですけど、師匠に、稽古をつけてほしいっす。バトルのことっすよ。バトルのことだよな。わしに、バトルのこと、あ、じゃあす、師匠は調子に乗ってるっす。おつきさん行きたい、全速無理にして、やばい、なんか、私のレベルが34から4倍に感じるらしいっすよ。なんだって、なんだかあ、いいっすねー。やりますねー。燃えるぜ。126レベル燃えるぜ。なぜか火が弱点じゃないんだよね。先制は取れてる。グランドナックルして退場。土台で強いんだよね。回復がね、強いんですよね。なんかあんま人気なさそうなキャラだけど、見た目的に。回復結構強いよね。2回か。やばい、キノコ追いつけられた。よし。チキンフレアも使っていきますよ。レベルも上がっていきますよ。どれでも勝てないっす。やっぱり塩強いっす。お呼びそれしましたっす。これは支払いは、おっさっさ。あるんだ。夜の時間、クユクビに詰め寄ってきたよ。実はその前に師匠に言われたので、先輩たちに、まあそんな話もあったな。気合注入をされてたんだな、そういえばな。さらに今日は新しい気合注入するからね。はい。じゃあその日は毛。才能があるな。今日はクリスマスイブなんですよね。あ、チョコレートなクリスマスイブもいいか。もう一回戦えるって
1だけ上がってるような、いや気合注入、また気合注入しちゃった。てか7から8人に気合注入されてるってマジっすか、やばいですよあの人。設定でなんかボイスが追加、されたって聞いたんですけど、これは何？チェックをつけたらボイスがオフになるってことなの？エフェクトボイス、これ何か変わるんですかね。ところで今日はクリスマスイブなんですけどもね、僕の知り合いでね、ホワイトなクリスマスイブを過ごした人がいたんですよ。まあ、そのホワイトなクリスマスイブの過ごし方っていうのは、一人でひたすらいたして、まあ、白い液体をぶちかまして、その白い液体をすぐに飲むというね、それでホワイトクリスマスだ、これが俺のホワイトクリスマスだって言ってた人がいるんですよ。どう思います？いいホワイトクリスマスなんですかね、それもね。まあ9回くらいやったって言ってたな、まあ、素敵なクリスマスイブだっただろうな。うん、それはそれとして、おっと別れる。うん、はあ、別れちゃった。テレサの手伝いに行ってくるよ。はあ、まあ探検してみましょう。いろいろ変わってるっぽい。てかさ気にしすぎかもしれんけどさ、右下がさ、DLC の1ってなってんだよね。DLC の2作る機会をっていうね。え？あれ？あれ？これは見ました。見ましたけど、見ましたけど、もう一回、え、ちょっと、すいません、え、レベルは？大丈夫です。これは終わってます。今日クリスマスイブですけど、なぜか仕事が休みなんですよね。だから今日クリスマスイブだけど仕事なんだっていう言い訳ができないんですよ。悲しいな。もう僕は今日の予定はこの後昼寝をして、筋トレしに行って、それで終わりですね。まあ、チキンは買ってきたんですけど、チキン冷めちゃった。チキン冷めちゃった。でもするか。チキン冷めちゃった。でもするかってなんだ。あれ？何かあるかな？地下研究所はあれだったよな。でも、素直に目的地に向かうべきか。でもなんで、あ、これそういうこと？あ、わかった、これ理解した。これチキフレアをパーティーからただ外すっていうこと？外して行動できるようになりましたよってことだ、これ。つまり、チキフレアを外して冒険ができるようになったってことだよ。今までは固定メンバーだったけど、チキフレアが。だって、なんか、主人公から生えてきたじゃん、今。主人公から生えてきたでしょ。これそういうことなんだよ。このイベントに、ガラミのための、なんかフラグがおかしいよな。まあいいや。ここで、これそういうことなんですよ。これ他のメンバーを入れられますよっていう、そういうシステムなんですよ、これ。つってもね、何、バタビアンでも入れるとく？夜の役割があるからな、バタビアン。ちょっと、チキフレアの代わりに夜の役割としてバタビアンを入れるという選択肢がある。特に外す理由もないしな。あ、そういうことだと思います。チキフレアを外せることができるようになりましたということだと思います。それで、セントラルタワーの、一旦試練の森行きます。
これ地味にこの子好き。そうは思いませんか、皆さん。ここに来れるということは何かがあるということなんだよ。何もないんや。てか、一方通行か。実はあそこにね、なんか漫画があったんですよ。裏でやってたけど。あそこに行くと漫画読めるんですよね。トゥットゥルール、トゥットゥルール、トゥットゥー、トゥットゥルル、トゥットゥ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 トゥトゥルー。決勝トーナメント前に激戦を繰り広げた場所で、再びレオ君と会ったよ。相変わらず鍛えてるみたいだな。レオ君こそ、モイルの中に冷静さが、お互いを相手の成長を感じてるさ。もうやることは決まっている。推奨レベル100。あのな、俺のブレイジン君、舐めちゃあかんぞ。俺のブレイジン君。起源万丈。あのね、はっきり言ってブレイジン君これ最強なんで、うん、これ最強やりもんなんで、これ。相手土大獣好きだね、みんな。ああ、先制されちゃったよ。ブレイジンより素早さ高いのか。これ先制取れるかな。あ、先制は取れて、で、これをやることで、一回無敵なんですよね。これね、転移無法。トリプルヒット。いや、これはね、正義の一撃を一発かます。一発かまして、命中を上げてからの、キノコを植え付けられていくけど、柔らかボディによって状態異常にならない。そしてトリプルヒットで積むと。なんで命中上げたのに2回しか当たらないんですか。あ、まずい。あ、何も使えない。あ、まずい。ヒン。これ多分、ここで、あ、いや、無茶な抵抗になるけども、まあ無茶に抵抗になるけども、まあ、これで積むと。ここで、この人が出てくるんで、まあ、一旦回復しましょう。一旦回復して、てか、HP646 って何？何それ？あ、危ない。あ、全然減らないんですけど、これ。でも全然減らないっていうことはどういうことだと思いますか？固定ダメージに弱いっていうことなんですよ。いや、死ぬ、あ、ちょっと待って、これ死ぬかもしれん。危ない偶数やな。やっぱり調子良かったんだけどな。レオ君の調子が良かったからレベルが2倍以上に感じたな。でも今回は僕が上回った。やったぞ。はあ、姉ちゃんといい、フタといい、壁は高いぜ。てか姉ちゃんさ、戦うたび強くなってる気がするんだよな。あ、わかる。あとは実はあの後一回も勝てないんだよね。本当にやるたびが強くなってる。マジかよ。姉ちゃんまだ成長期だったんだよ。うわうわ。はあ、はあ、でも嬉しい。うん、やっぱり僕のおささ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 さなじみ、マジで可愛いな。あ、あふーん。やべ、また雨だ。俺は雨のな、移動の時はノーカウントだから。早すぎ。雨、そろそろやんだんじゃないかな。手を洗ってと。清潔に。謎の場所。どうも。忍術学園、忍術学園です。忍術学園ってなんだ。どうも。手を洗わないとね。あれ、ちょっと、手を洗ってと。よし。
とね、アキラくんに嫉妬してるようですね。というわけで、またね、その、ブラックホールの方でやりました。ちょっとね、アキラくんに先を越されてたのがちょっと悔しかったみたいでね。やっぱね、みんなね、暗黒ホールに入れると太い声が出るみたいだね。廃墟方面の開発室地下。ところでボイスって何だったんだろうな。あ、やっぱ勝手に始まっちゃった。僕の方も言おうと思ってた。よく考えたらさ、この体だって実質全裸だよな。これ実質全裸なんだよな。てかもうこのなんか後ろの尻尾をさ、後ろの尻尾をまくり上げたらもう見えるんだよな。これ、ま、胸のあたりにあるリボンのようなさ、青い炎をさ、ちょっとめくり上げたらもう見えるわけなんだよな。これどういうこれ、飛んだ変態ですよこれ。と、急に冷静になってしまう。ね、やっぱね、ちょっと感覚が2倍になってるんで、ちょっと言い表せない。まあ、本番行為をしないで、まあ、まったり楽しむというのがお決まりのようだ。シートタックルでぶっ倒しました。懐かしいですね。再始動しようと思ってとっても調子も良くて、あと君に勝つためにめちゃくちゃ作戦考えてた。でどうかな。おう、ちょっと回復したい。回復させて。おら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 。よし、それじゃあ見せてもらおうか。状態、ちょっと待って、待って、これはちょっと待って、これ一旦チキンフレーク交代します。なぜか外れて、先生を取ります。よし。ねえ、それやめてにゃーん。ナンセンスギャグ。何それ。わー、ちょっとチートですよそれ。ビスカ君、ちょっと伝説ポケモンじゃないですか。相手すまんな、柔らかボディなんだよ。なんか技が強くない？何カオススパイラルって。いた、ここクッション、何それ、自己再生。相手、ちょっと待って、すみません、これやばくないですか。いやでも今の一撃でこんだけ食らったってことは、そういえばね、ブレイジンね、フレアインパクトにしたんですよ。うん、バトルタワーはフレアインパクトじゃなかったんだけど、こういうバトルならフレアインパクトでいいかなって。多分これでいきます。え、それブレイジンが死ぬだけなんだけど。あ、よかった。先生、でもこれでも死ねやん。はい、余裕。あー、ぐちゃぐちゃだこりゃ。もうぐちゃぐちゃだよこれ。よかった、状態上技だった。
強すぎ強敵が準備して勝負に挑んでくる。本気で来たな。いや、よく勝てたというか、初心に帰ったというか、そうだね。現役のスタートレーナーの子たちはきっともっと強くなって挑んでくる。私以外に負けないでね。さて、では、お約束の、あ、そうだった。体だったわね。前にもいたけど、私でごめんね。さらにです。と見せかけてと。なんかね、かすかに声が聞こえた。これがイベント演出なのか。それはそれとして、俺は気になったことがあるぞ。君そんな技覚えるの？あ、ナンセンスギャグ。何これ。あったんだ。命中70って。そろそろニャイトメアベンチ入りしてもらおうかな。飽きたぜニャイトメア。こんだけせっかくやりもんがいるしな。被弾時たまに相手が状態以上にって、その特性がそもそももう弱いじゃん。強いポケモン、弱いポケモン、そんなの人の勝手。1ターン前に少しずつ HP が回復って、こいつ強すぎません？食べ残し持ってんだぞ。食べ残しって聞くとあんま強くないように感じる。やばい、ちょっとな悩んでます。別にそんな強くなくてもいいんだよな。じゃ、先舞子でも使う？先舞子。先舞子行く？おそらくこのクロトロフは強いんだよ。なんでかっていうと、防御が高いんだよね。で、言うなんとかなんとかは、これそんな攻撃のステータスいらないんだよね、これ。防御の方がいる。速さもそんな必要じゃないし、1ターンでぶっ殺すわけじゃないしね。相性がいいんだよな。やべえ、めっちゃ時間かかって、ちょっと待って。どうしよう。もう、お前、来い！おい、来い、お前。おら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 ステータス的には、効果力なのか。こうしてみると、月フリアってめっちゃステータス高えな。やっぱ優遇されてるね。こうして見ると。バタピアさん、これ明らかにこれ弱いですよ、これ。明らかにあなた弱いっすね。でも、いいもん。使うもん。でも、いいもん。使うんだもん。使うんだもん。いや、待て。風化、せっかくのクールが長いやつの方がいい。支払い始まってないのに、どうせ負けるからって、相手からやってきましたよ、これ。いや、いけるや。HP 減ってるけどな。もう絶対勝ってねって、もう何を期待してるんだか。絶対勝ってねって。それは大丈夫。あう。素早さと命中が下がってしまう。
当たってしまう。やばい、最強の敵で、最強の敵来た、最強の敵。よし、行け行け、うわーうわー、ほらー、かなり効いてる。あ、そうだ、こいつステータス維持を防ぐんだわ。待ってるわ、こいつ。よし、弱点だったから、活躍したぜ。やったぜ。え、何か言った？何も言ってないよ。そう。ぐえ。なるほど、ニャンキャッツ。最初のイベントがもう追加だったということだな。うん。グフフ。っていうか、すいません、バダビアン解雇していいっすか？いや、そんな絶対ダメだ。早すぎる。諦めません。勝つまでは。欲しがりません。勝つまでは。生の喜びしやがって。お前許すぞ。生の喜びしやがって。俺もさせるよ。生愛の喜びをしやがって。生愛の喜びを剥奪しやがって。許さんぞ。いつも言うよりな。ここは入れない。ここは、あら、いや、初めてじゃないですけど、一人知り合いがいますよ。トドロちゃんって子なんですけど。え、そう、トトロちゃん。え、うわ、ダメですよ。あのことを軽々しく読んだら、現在とか歴代なくてもめちゃくちゃ強くて、そうなの？今の白身社会のトムみたいなお方なの？そうだったの？二人いるのか？あ、二人いる説はあるな。え、じゃあ割とすぐに会えるトトロちゃんとは別人？トトちゃんいる？こちらのクイナさん知ってる？はい、知っております。任務ご苦労様です、クイナ。ああ、はい。クイナさん、そう、クイナさんが言ってたトド様って別の人。こちらのトド様、私の言ってたトド様、クイナさんの声がめちゃくちゃ震えてる。そうなんだ、てか、トドちゃんが偉い人だったの。組織がなくて序列が得とる意味ではそうです。クイナの方を見て余計なことを話したのね。あ、やばい。ちょっと、僕が勝手に話し始めたら、クイナちゃんに圧かけないでよ。はい、承知しました。クイナ許してください。やべえよ、こいつ。はい、失礼いたします。はゆ呼吸が落ち着くまで待とう。あいつ、やばい人だった。ぐげよ。大丈夫ですか？そのまま僕とトトちゃんは、うわ、もう結構です。何も聞こえません。言われたので知らない方がいいこともあります。そう、まあ、いいか。バトルしましょう。キープ中、二つの意味でスッキリしましょう。じゃあ、バトルしましょう。うん、そうしましょう。から元気で、まだ足がガクガク、推奨レベル150ってなってるんですけど、おかしくないですか？強すぎだろ。回復しよう。トロちゃんってそんな強い人物だったんだ。あれ、こいや、参ったな。は？いやー、まあ、どっちにしろよし。にゃー、水弱点。バックナックル。にゃー、こいつは弱点以外を一回防ぐ。つまりこれなら通ります。
うキングエルもね強く弱くないんですよ。強いっすよ。ほらこれ一回防ぐんですよ。これ強いっすよ。一回守ります。ちょ技が恵まれすぎている。この守りと回復を両立しているこの技が強すぎる。チートタックルなくても強いわ。それじゃあもうちょっと足をガクガクさせちゃおうかな。参りました。お見事です先生。普段とか書いてた。やはりハンデレベル100では足りませんでしたね。足りてたと思うよ。結構死にましたよ。補助はできるからさ。補助やばい。なんだこりゃ。なあ？ああ。そんなすごい人だったのとはな。いや、くのいちの2点攻め最高だったな。直球で2点攻め。